大いなる力操るものあり。民これを総者と呼び恐れ敬う。総者民を導き国富栄える。民さらなる繁栄を求め力を欲す。総者力をレリックに込めこれを民に授く。民そのレリックをもって金を侵し輪を略す。その意大陸を覆い国栄華を極め。しかれど民望むをやめず骨肉相反で剣を争い国土あまねく怪人に帰す。レリック力を失い民死の大地に望む。何があったんだ。クラッド、お逃げ。早く。バザー、バザー。誰がこんなことを。貴様がそうじゃクラッドか。ザウベル閣下の命令により貴様ら総者は皆殺しにする。死ね。なぜ村の人たちを殺した。そんなは関係ねえだろ。総者を隠す者もまた死罪。てめえ。出直してきな。ばあさん、みんな。ザウベルは俺がこの手で叩き潰す。必ず仇を取ってくるからな。一人で倒せるほど奴は甘くないぞ。ザウベルは数多くのレリック兵を従えておる。とてもお主一人では倒せない。何者だお前ら。あなたと同じそうじゃよ。レリックの力を封印するために生き残った仲間を探してるの。封印？そうだ、ザーベルの権力基盤とも言うべきレリックは、奴の持つマスターレリックを源としてその恐るべき力を発揮しておる。そしてその力がこの世界を覆い尽くしてしまわないよう制御する。すなわち封印する使命を持った存在が我々ソージャだ。ソージャさえいなければこの世界は思うがままだから、ザウベルはソージャ狩りをしてこの世から私たちの存在を消そうとしているの。力を貸してもらえるな。断る。どうして？封印だが使命だが知らないが、俺にはそんなことどうでもいい。ザウルはばあさんや村のみんなの敵だ。俺一人で叩き潰す。あんたたちの手は借りん。もう一度説得した方が。いや、今は感情が高ぶっているから無駄だろう。だがようやく見つけた仲間だ。無謀な戦いで命を落とさぬよう離れてついていくことにしよう。分かったわ。ソージャ狩りの状況はどうだ？各地域ともほぼ完了いたしました。ではソージャ狩りの規模を縮小し、予定通りレジスタンス討伐に作戦を移行する。ファルム、は各レジスタンスの戦力と正確な位置を把握せよ。かしこまりました。ラオンはいつでも出撃できるよう部隊を整えておけ。はいつまでも国内の問題に関わっている暇はない。目的はあくまでも外政にある。そのことを肝に銘じておけ。はっはっ。体勢は消した。降伏したらどうだ？ならば仕方ない。クガ、残りの敵は任せた。こいつは私が倒す。分かった。行くぞ！甘いな。クガ、残りの敵は片付けた。そうか。じゃあ本隊に合流しよう。思い通りになると思うなよ、ザウベリ。次はてめえか。出直してきな。そうじゃの生き残りか。死ねえ。こいつは私が相手をするわ。あなたは下がって。お前は早く。負けるわけにはいかないの。すまん、助かった。大丈夫、なんとかな。だから一人で倒せるほど甘くないと言ったのだ。ローゼン、他の敵は？うん、すべて倒した。まだ他にもいたのか。ザウベルはこの国のすべてのレリックを掌握しておる。奴を倒すということは、こんな戦いをこの先何度も覚悟せねばならぬということだ。数だけではないぞ。ザウベルのレリックは今の兵士のとは比べ物にならぬ強大なパワーを秘めておるのだ。たとえ1対1でもお主が勝てる見込みは少なかろう。ねえ、私たちに力を貸してくれない？一人で倒すのは難しくても3人で戦えば勝てるかもしれない。お願い。わかった、力を貸すよ。あんたたちの言うことが正しいようだ。よかった、戦力が増えたわね、ローゼン。うん、だが厳しい状況にあることには変わりがない。さらに味方となる人物を探し続けねばならん。そこでお主らにはレジスタンスの説得に向かってもらいたい。レジスタンス？そうだ。まあ多くはザウベルに潰された諸侯の残党で、戦力的にはビビたるものだが、中には強力なレリックを操る者もおるらしい。その者たちを説得し味方につけてほしいのだ。でも私たちそうじゃと手を結んでくれるかしら。確かに奴らはそうじゃを憎んでいるかもしれぬ。国を乱した元凶と思っておるからな。しかし目的は奴らも同じザウベルを倒すことだ。今は少しでも戦力を増やしたいはずだ。その点からなら奴らの歩み寄りを期待できると思う。そうね、分かった、やってみるわ。うん、頼んだぞ。あんたはどうするんだ？わしはまたソウジャを探してみる。わしらの他にもまだ生き残ってる者がいるかもしれん。気をつけてね。うん。領地を離れて大丈夫なのか？ご心配なく。南部地域のレジスタンスは私の軍が討伐しました。こちらはまだ手間取ってらっしゃるようですね。厳しいな。まあ、考えあってのことだ。早晩蹴りはつける。で、今日は何の用だ？領地は安定しましたので、総じゃ狩りを手伝いに参りました。父の敵はこの手で打ちたいのだ。総じゃ狩りはほぼ完了した。今は小規模の部隊が残党狩りを行っているのみだが、父を倒したほどの僧者たちがむざむざやられるとは思えません。それに私はもともと単独行動の許可をいただこうと思っていましたので、部隊の大小も関係ありません。許可していただけるでしょうか。希望とあらば許可しよう。だが一人では危険が大きいのではないか。ご心配なく。私もレリックの扱いにはいささか自信がございますので。そうか。時にアンジー様はお元気か。確か14歳におなりであったな。はい、元気でいらっしゃいます。周辺諸侯の評判もよく、そろそろ定位に疲れても良いのではとの声も多くなってまいりました。そうか。では早速戴冠式の準備を進めるよう命令を出しておこう。よろしくお願いいたします。では私はこれで失礼させていただきます。気をつけてな。ありがとうございます。おやめください、アンジー様。ミレイナ様に知れたらお叱りを受けてしまいます。いいのよ、みんなには口止めしとくから。ミレイナと来たらやれおしとやかにしろ、礼儀正しくしろってもう肩凝っちゃうわよ。いない時ぐらい発散しなきゃ。いいこと？絶対手加減しちゃダメよ。したら料理場に転属しちゃうからね。行くわよ。よりさすらいの賞金稼ぎなんて方が似合ってるのよね。ね、あららら、もう寝ちゃってるよ。ちょっと動くとすぐ寝ちゃうんだね、君は。まあいいや。さあおやつにしよう。おやつに。戦った後のおやつがまた最高なのよ。君たちが私に話があるというのは。はい、あなたがレジスタンスの中でも実力、聖望ともに高く話のわかる方だとお聞きして。どこで聞いたか知らぬが、これはまた大した評価だな。それで要件は何だ？ザウベルを倒すために力を貸してほしいのです。何を言い出すかと思えば君たち民間人がザウベルを倒すというのか？ただの民間人じゃねえんだよ。お前たちそうじゃか。そうです。私たちもザウベルを倒そうと立ち上がりました。ですが敵に比べ圧倒的に戦力が劣っています。これはそちらも同じでしょう。ですからこうして力を合わせるべくお願いに参りました。断る。そもそもザウベルが権力を握ったのはお前たち奏者が原因だ。それを正すに奏者の力を借りたのでは本末転倒も甚だしい。お引き取り願おう。ですが今のままではとてもザーベルを倒せるとは思えません。やがては各勢力とも打たれこの国の希望は失われてしまうでしょう。どうかお引き取り願おう。行くぞセレア。別にこいつらだけがレジスタンスじゃねえだろ。他は頼むぜ。お前たちのために忠告しておく。他のレジスタンスを尋ねるのはやめておいた方がいい。そうじゃと分かった途端殺されかねない。なんだと。私たちはどんな危険もいといません。それでザーベルが倒せるの。今は一人でも多くの味方が必要ではないのか。クーガー、君には分からんだろう。この国の人間ではないからな。各レジスタンス拠点への攻撃を開始せよ。はっ。先日ミレイナがここへ来た。アンジーの戴冠式を催促しにな。南部諸侯も同調しているらしい。面倒なことにならぬうちに手を打っておく。ファルナ、はっ。部下に命じドイルという男を探しておけ。かしこまりました。先の内乱戦争で名を馳せたレリックの使い手だ。今は戦いに疲れたとか抜かして矢に下っておるが、その力はお前たちに匹敵しよう。その力量にふさわしい任務を命じてやる。なあ、あのティームってやつ、ザウベルが権力を握ったのはソージャのせいだって言ってたよな。どういうことだ。そっか、あなたにはまだ話してなかったわね。今から11年前のことよ。ザウベルはまだ東部地域の一領主に過ぎなかったわ。でもそれまで封じられていたレリックの力を復活させたの。そしてその力を利用して他国に攻め入るよう時の皇帝に進言したのよ。皇帝はそれを承諾し侵略を開始した。古のザムエルと同じようにね。ザムエル。はるか昔この大陸中をレリックの力で征服したと言われる国よ。でもそのレリックの力があまりにも大きすぎて自らも滅んでしまったと伝えられているわ。どういうことだ。大陸中を征服した後も人々の欲望は止まることがなく、レリック同士が争う内戦になったそうよ。内戦で滅亡。戦いには必ず勝者がいるはずだろう。それほどレリックの力が大きかったってことよ。大陸全土が滅んでしまうほどにね。その後二度とそんなことが起きないようにわずかに生き残った僧者がレリックの力を封印したと言われているわ。だが封印が解けてしまった。そう。そしてこの国も同じように侵略を開始したわ。そこで過去の過ちをまた繰り返さぬよう3人の僧者が皇帝に力の封印を要求したの。だけど要求は受け入れられず、それどころか皇帝はその僧者たちを亡き者にしようと兵士たちに攻撃を命じた。激しい戦いの末その僧者たちは敗れたわ。そして同時に皇帝をはじめ居合わせた多くの皇族重臣たちも命を失ったわ。だから結末は同じ。再び諸侯が権力をめぐって争う内乱の時代へと突入したのよ。その内乱を鎮め英雄となったのがザウベルか。ええ。そして権力を握ったザウベルは侵略再開のため民衆に重税を課しそれに反対する諸君を次々潰していったわ。エリックの力でね。そうやって潰された諸侯の配下だった人たちがレジスタンスになった。なるほどな。あいつらにとって俺たち僧侶は皇帝を殺した犯人であり、ザウベル台頭の原因を作った存在でもある。さっき話した3人の僧者のことだけど、1人だけ生き残った人がいるの。それがローゼンよ。はあ、じゃあ責任を感じてるってとこか。そしてあとの2人が私の父とあなたのお父さん。何？そうだったのか。何も言わずに亡くなっちまった。私もそう。父がそんなことになっていたなんてちっとも知らなかった。ただ兄だけは何か聞かされてるようだったわ。兄弟がいたのか？ええ、やつ違いのね。でも内乱の最中に生き別れになってしまって、それっきり。生きていればきっと力になってくれたはず。ちっ、2人3人だ。別れて戦おう。出直してきな。負けるわけにはいかないの。ステレア、大丈夫か？ええ、クラトも怪我はない。ああ、レジスタンスのいる方向よ。行こう。貴様らレジスタンスの力など所詮こんなものだ。所在が分かればすぐに潰せるわ。あとは任せたぞ。俺は他の戦線に向かう。あっ、まだ倒れるわけにはいかない。ここまでか。お前たち、ここは私たちが引き受けます。下がってください。そういうことだ。俺たちに任せな。すまん。さて、行くぞセレア。ええ。出直してきな。負けるわけにはいかないの。すまない。ひどい怪我。クーガを見なかったか。クーガ？君たちが来た時、一緒に部屋にいた男だ。いや、見かけなかった。そうか。うまく逃げていてくれればよいが。とにかくこの辺は危ないわ。どこか身を隠せる場所に移動しましょう。そうだな。レジスタンスか。お前、この国の人間ではないな。なぜレジスタンスなどについた？まあよい。異国で死ぬのも寂しかろう。水と食料、それにわずかながら薬も入っている。使うがよい。レジスタンスの討伐終了いたしました。ラオン将軍も近日中に帰還する予定です。ご苦労。で、ドイルの件はどうなっている？見つけました。ここより南方の山岳地帯に子供と2人で暮らしております。そうか。では奴をここへ連れてこい。かなりの使い手ゆえ手段は選ばずともよいぞ。かしこまりました。ああ、おかげさまでな。で、もう戦えるのか？うん。だが、実戦ではどうだろうな。あ、そうだ、グラント、一つ立ち会ってくれないか？自分の状態を正しく把握したいんでな。お、いいぜ。俺も見張り役ばっかで退屈してたとこだ。頼む。甘いな。すまん、大丈夫か。こんだけ戦えれば十分だな。ああ、そのようだ。じゃあ急いでレジスタンスと合流した方がいいわね。そうしよう。それはできぬ。ローザン、各地のレジスタンスは全て壊滅した。ザウベルの一斉攻撃によってな。なんてことだ。他のそうじゃ結局発見できなかった。じゃあ私たちだけでザーベルを倒さなくてはならないの。いや、私に心当たりがある。先の内乱戦争で有名を馳せたドイル将軍というお方だ。説得すれば、あるいは味方についてくれるかもしれん。ザウベルのやり方に反対し、今は南部地方で陰性しているらしい。会ってみる価値はあるだろう。ここは私が行ってこよう。よし、俺もついていく。一人では危険だからな。聖夜とローゼンはここで俺たちの帰りを待ってくれ。分かったわ。頼んだぞ。何者だ。やむをえん。セレア。何？いつぞや話してくれたお前の兄、確かファルマと言ったか。兄の消息が分かったの？ザウベルの軍にいるらしい。しかもかなり高い地位な。なんですって。だって兄はそうじゃよ。なぜザウベルの軍にいるの？詳しいことは分からん。だが強力なレリックの使い手としてレジスタンスをいくつも倒したらしい。そんな。私城に行くわ。兄と話してくる。いかん、危険すぎる。グランドたちが帰ってくるのを待つがよい。どうしても兄と会って話がしたいの。今すぐに。ローゼンはここでグラッドたちの帰りを待ってて。ごめんなさい。断る。しかしあなたもザウベルのやり方には反対だったはずです。このままでは奴が国中の権力を握ってしまうのも時間の問題でしょう。どうかお力添えください。黒いぞ。わしは奴が何をしようと興味ない。ここで息子と二人平和に暮らしていければな。もう戦はごめんだ。はっ、結局自分が平和なら周りがどうなろうと知ったこっちゃないってことか。そうだろ、内乱戦争でどんな活躍したか知らねえが、散々人の平和を壊しといて今度は自分の平和が大事だって笑わせてくれるぜ。ぐらっとやめないか。わかりました。あなたに協力を頼むのは諦めます。ですが間違ってもザウベルに手を貸すような真似はしないでいただきたい。どうかよろしくお願いします。それは約束しよう。ありがとうございます。では私たちはこれで。とんだ無駄足だったな。でどうする、このまま引き返すか。いや、手ぶらで帰るわけにはいかん。俺はアンジーさんに直接会い説得してみようと思う。警備は厳重だろうがな。うまくいくのかわからん。だが国内の敵を倒したザウベルが次に狙うのはアンジー様の命だ。それを理解してもらえれば、あるいはブラッド、君はみんなの元に帰っていてくれ。交渉ごとには向いてなさそうだしな。大丈夫か、一人で。ああ、なんとかやってくれ。分かった、気をつけてな。お前がドイルだな。何者だ貴様は。ザウベル閣下が力を貸せと仰せだ。城まで来てもらう。ザウベルの使いか。わしはもう戦う気はない。ましてやザウベルのためになどな。子供との暮らしがそんなに楽しいか。だがそれはここでなくともできる。まさか貴様、レウスをどうした。知りたければついてこい。おのれ。そうじゃというんだ。だとしたらどうなの。年からすぐ父の仇でもなさそうなのだが、そうじゃは皆敵だ。カットせよ。久しいな、ドイル。レウスをどこへやった。一つやってもらいたい仕事がある。お前ほどの腕があれば簡単なことだ。レウスをどこへやったと聞いている。そうすれば息子は返してやる。どんな仕事だ。王女アンジーを殺せ。何。せいぜい息子のために励むことだ。下がれ。ファルマ。はっ。成功しようがしまいが奴は消す。兵に命じて後をつけさせよ。かしこまりました。ついでにミレイナにも警護に不手際があった責任を取って失脚してもらう。下がっていく水。はっ。いたのか、レオザ。見事なものだ。貴様はどうなんだ。大体予定通り、もうすぐ片付く。11年か、結構かかったな。まだ国内をまとめたりする。全てはこれからだ。そうであった。気を抜かずに進めるとしよう。お前の父は王女アンジーを殺しに行った。嘘だ。父さんが人殺しなんかするはずがない。人間は憎悪や復讐だけでなく愛情でも人を殺せるということだ。そうじゃであるお前には分かるはずだ。人間の愚かさが。どうしてそのことを父さんと母さんしか知らないはずなのに。私もそうじゃだからこのレリックを飾ります。ならどうしてザウベルの味方なんかするのさ。こうすればお前にもわかるだろステレア、ローゼンいないのか。待っていたぞ。そうじゃ。誰だてめえは。まさかステレアやローゼン。ローゼン父にまたけ。やはり生きてたか。どうなんだ。残念ながら私がここに来た時はもぬけの殻だった。だがお前が飛び込んできてくれたおかげで無駄足にならずに済んだ。覚悟せよ。そうじゃ。やめろ！この戦いは無意味だ。お前は確か。説明している時間はない。ただ11年続いたこの国の惨劇はザウベルとローゼンの2人によって仕組まれたことだ。なんだって？どういうことだ。奴らは王女アンジーを暗殺し奏者を抹殺したら私の国に攻め入るつもりだ。この国の皇帝としてな。アンジー様。そしてお前は警護の不手際により追放される。おのれ。ティームがアンジーの元へ向かっている。やばいことに巻き込まれたら。あんた急いで行ってくれないか。分かった。俺はセレアに国を探す。女の奏者なら城の方へ向かったぞ。何やら急いでる様子だった。塩か。せっかくここまで来たのに。負けるわけにはいかないの。用があるのは安心王女だけだ。山田ですると容赦はせんぞ。私に何の用？まさかお命ちょうだいとか言うんじゃないでしょうね。その通りだ。死んでもらう。私たちもなめられたもんだね。特訓の成果を見せてあげようか。なんでこんな時に寝てるのよ。起きなさいってば。ほら早く。何をしている。無駄だ。あなたには死んでもらわねばならん。ちょっと旦那、また今度ってことでどう？ねえどういうだろう。なぜあなたがこんな。君には関係のないことだ。ザウベルには手を貸さないと約束したではないか。ならば私がお相手いたぞ。わしはここで倒れるわけにはいかんのだ。もう少しだけ待ってくれる？残念だがそうもいかん。待って、ドイル殿、あなたは騙されてる。何のことだ？ん？後ろだ。これは全てザウベルの仕組んだ罠だ。アンジー様殺害の罪であなたを処刑し、警護に不手際があったとして私を失脚させる。なんだと？最初からご子息を返すつもりなどなかったのだ。おのれザウベル！ザウベルは敵を作りすぎた。今が奴を倒すチャンスかもしれん。ティーブ殿、あなたにはひどいことをしてしまった。許してくれ。いえ、あなたはこうするしかなかった。それよりご子息を取り返さねば。私はラオンとケリをつける。ああ、レウス、待っていろ。マイク、私も父の仇をこの手で。私は平気よ。こいつももう起きてるしね。心配しないで行ってきて。私がここに残ろう。この国の問題はこの国の人間が解決すべきだから。申し訳ない。よろしく頼む。命を救ってもらった恩がある。礼には及ばん。では。ローゼン、セレアをどうした？すべて知ったよ。あの娘はすでに始末した。あとはお前だけだ。貴様、そう生きり立つな。お前の相手はこいつらだ。どちらもお前より数段力が上だ。心して戦うがよい。待て！やがれ！おりゃ！出直してきな。出直してきな。妖仙、貴様だけは絶対許さねえ。奏者の抹殺は完了した。すべて予定通りだ。そうか、ご苦労だったな。どういうことだ。お前には本当に世話になった。ベリックの使用法や皇帝や皇族重臣の一掃、そして奏者の抹殺、例の使用はないな。貴様、知っていたか、ローゼン。いにしえのザムエルで民にレリックを授けた奏者の末路、殺されたのだよ、その民の手によって。貴様とて同じ道をたどらず。ラオウ、ドイルがアンジー暗殺に失敗したらしい。南部地域の軍勢がこちらに向かっている。迎撃の部隊を派遣してくれ。はっ。敵の注意をそらすため、私は正面から攻める。その間にティーム殿は側面、ミレーナ殿は背後に回ってくだされ。わかりました。気をつけて。来たか。わしに関わるな。レオス、無事だったか。何をする、レオス。ザウベルメ、レオスに何をした。レオス、俺が分からないのか。お前は優しい子だ。こんな人を傷つける真似はできないはずだ。そうだろう。レウス、いつも優しい子だ。父さん、父さん。チーム、生きておったか。ラオウ、貴様を倒されば死んでいった仲間たちに申し訳が立たぬ。ここでみんなの恨みを晴らす。差しの勝負なら勝てるとでも思ったか。よかろう、相手をしてやる。来い。我が双剣に死角なし。みんな敵は撃ったぞ。ザウメル閣下、いや父の敵ザウメル、よくも今まで騙してくれたな。騙す？私は騙したりはせん。真相を知るやつはことごとく消してきたのだ。お前の父親のように。そしてこれからも私の言葉がこの国の真実だ。お前が死ぬことでな。遊びはここまでだ。死ねえ。なんだ貴様は。お前がザウメルか。グラッド、気をつけろ。奴は強い。ローゼンの言っていたそうじゃ。ローゼンはどこにいる。奴なら始末した。何？そうじゃは片付いたそうだがな。奴を殺してそうじゃ狩りを終わらせてやった。何人殺せば気が済む。全てはそうじゃ狩りのせいで殺された人たちと、そして親父の仇、覚悟しろ。まったく手応えねえな。バカ貴様の時に。これがマスターレリックか。そのレリックを破壊させるわけにはいかない。何者だ。お前と同じそうじゃん、いやセレアの兄と言った方がお前には分かりやすいかな。何、セレアはどこだ、無事なのか。セレアは私の部屋で休んでひどい怪我だったが命に別状はない。そうか、生きていたか。あんたもそうじゃなか。なぜそのレリックを破壊しない。そのレリックを破壊したらどうなるのか知っているのか。レリックを封印できるんだろう。確かに封印される。だが同時に我々ソウジャも力を失うことになる。永遠にな。なんだって。じゃあ今まで封印してあったのは。封印されていたわけではない。使える人間が途絶えていただけだ。どういうことだ。お前はソウジャの使命が何であるか知っているか。レリックの力を封じることだろう。そう、ソウジャが力を失わずにレリックを封じる。すなわちレリックの使える人間を殺し尽くすことだ。何。そもそもソウジャの使命はレリックに限られたことではない。愚かな争いを繰り返す人間の歴史全てを監視し調停することなのだ。欲望に支配された人間がついには自分たち自身を滅ぼすような争いを起こさぬようにな。その使命を果たすためにソウジャは力を失うわけにはいかない。したがってレリックを封印するにはそれを使う者を皆殺しにする以外方法がないのだ。じゃあ今レリックを使っている人間たちは一体。ローゼンが教えたのだ。奴はソウジャの力でこの世に君臨しようと企みレリックを復活させた。己以外のソウジャを抹殺するためにな。お前や私の父がその最初の犠牲者だ。同時に皇帝や重臣を亡き者にしザウベルがこの国の権力を握る。そしてソウジャ狩りだ。全てシナリオ通りに進んでいたようだが最後は無残なものだったな。ソウジャもまた欲望を持った人間だったということだ。ならあんたはなぜ父親の意志を継ごうとせずザウベルの軍に入った。私が戦えるようになった頃にはレリックを使う人間の数が増えすぎていた。私の手には負えぬほどな。そうなると手段は一つしかない。この国が古のザムエルと同じ道。すなわちレリックを使う人間同士が殺し合いをするよう導くことだ。それゆえ私はザウベルの軍に入った。ザムエルと同じ道だと。それまでに一体どれだけの命が失われると思ってるんだ。人間が自ら引き起こしたことだ。やむを得ない。それにその後数百年あるいは数千年の平和が実現するかもしれぬとあればその命も無駄にはならない。そんなことがソウジャの使命だとでも言うのか。やはり俺はこのレリックを破壊する。たとえソウジャの力を失おうともな。人類が滅びてもいいというのか。それは人間が決めることだ。そうじゃなのか介入することではない。それにこの世の中はお前が思うような欲の深い人間ばかりじゃねえ。これ以上話しても無駄なようだ。ならば私もそうじゃとしての使命を果たすとしよう。このレリックを破壊させるわけにはいかん。出直してきな。後悔はすまいな。後悔などしない。これが俺の使命だ。そうか。だがお前には破壊できない。破壊するためには呪文が必要だ。呪文？お前は父親からその呪文を教えられてはいまい。デストレーだよ。セレア、セレア、大丈夫か？ええ、ごめんなさい兄さん。でもこんな力さえなければ私たちは平和に暮らしていたし、こんなに多くの人が不幸な目に遭うこともなかったわ。兄さんだって優しい兄さんのままでいられるはずだった。グラット、お願い、それを破壊して。分かった。デストレーガー。As the night stars fade into the day, gentle winds caress my weary face and brush my tears away. All these years.